ナスと越後屋の会話から力丸は合田城内に内通者がいることを知る。内通者の名は浜田幸之助。手がかりは鉢巻きと眼鏡をつけた男という特徴のみ。城内に潜む内通者の捜索に乗り出した力丸は1年ぶりに合田城を訪れた。しかし城内でも一部の者にしか知られていない力丸の存在は多くの家臣にとっては外敵以外の何者でもなかった。裏切り者を見つけなければ殿のお命が危ない。恩義が危ない。
遅れて申し訳ありませぬ。リキマル、生きておったのか。実により、小野神を眠らせておりました。殿様の危険をよく嗅ぎつけたもんだね。眠りの間、方々に影をつけておった。影を？さよ、影だ。へえ、あんたは本物なのかい？さて、それはわからんな。